ボクサー双輪装甲車は、ドイツとオランダの多用途双輪装甲車である。別名、GTK、ボクサーとも呼ばれ、旧称は、MRAVとも呼ばれていた。後部に搭載するミッションモジュールを交換することで、各種双輪装甲車が担ってきた任務に対応できるのが特徴。本車は、ARTEC GmbH、インダストリアルグループによって製造され、計画は、OCCARによって管理された。ミュンヘンに本社を構えるARTEC GmbH 社は、ドイツ側にクラウス・マッファイ社とラインメタル社を、オランダ側にストーク PWV 社を、それぞれ親会社として持っている。1990年後半に、ドイツ、イギリス、フランスの3カ国は、それぞれの陸軍の装甲車両を新たなものに更新する必要があり、ドイツは、早期式の M113 装甲兵員輸送車と、双輪式のフクス装甲兵員輸送車の、イギリスは、早期式の FV432APC や、スコーピオン、ストリーマーシリーズの、フランスは、早期式の AMX-10P 不評戦闘車の、後継車両となる、双輪装甲車を3カ国で、共同開発することにした。1998年4月末に、これらの国は次世代双輪装甲車の開発、生産を行う共同事業体、ARTEC社を設立し、GTK、MRAV、VBCIというそれぞれ個別の開発計画名称が与えられた。フランスは1999年にVBCI開発計画を独自で行うことに決めて、ARTEC社による共同開発計画から脱退した。残されたドイツとイギリスの2国は、GTK、MRAV開発計画を推進する新たな共同事業体としてOCCARを設立し、両国向けにコマンドポスト型と APC 型をそれぞれの国に2両ずつ合計8両のプロトタイプを試作して評価運用することにした。フランスも含めた3カ国が加わっていた当初から、ベースシャーシは共通としてその上のモジュール構造部分を各国ごとの要求に合わせて開発することになっており、ARTEC社による GTK、MRAV開発計画となってからは、8輪駆動型、または6輪駆動型の操縦席を含む、動力、走行系を備えたベースシャーシの上に、各種のミッションモジュールを任務、機能に応じて搭載する方式が取られることになった。先の試作車両に加えて、1999年末の契約では2国向けに計300両の量産車両を生産し、2006年6月から2009年3月にかけて引き渡しが行われるとされた。2001年2月にオランダがオランダ王国陸軍向けに M577 というUP-765 を代替するために新たにこの計画に加わったことで計画は GTK、MRAV、PWV と呼ばれ、試作車両は計12両、第1次の量産数も3カ国に200両ずつ、計600両が生産されることになった。最終的には、ドク、クラウス・マッファイ・ウェグマン社、ドク・ラインメタル・ランドシステム社、AR・ビス・ビッカース社、ランストーク NV 社が、ARTEC社の下で開発と生産を担当することになった。オランダは、UP-765 のうちの戦闘用車種は CV90IFF で代替される予定である。2002年に最初の試作車がドイツに引き渡され、ドイツ国内で評価試験が行われている。2002年12月に完成した試作車両の2号車が公開され、ボクサーと命名された。2003年までドイツは主にディーゼルエンジンと駆動系。車内電子装置を担当し、オランダは各種のサブシステム担当することとしていたが、2003年にイギリスが突然、計画からの撤退を表明し、ARビス・ビッカース社が担当していたシャーシの生産が困難となった。この撤退は、英軍のフレス計画によって、空輸に向くより軽量な車両が求められたためである。ドイツとオランダは、計画を維持することに決めて、ドク、KMW 社が APC と救急車型を、ドクラインメタル社がコマンドポスト型と救急車型の一部を、ランストークス社がオランダ陸軍向けの救急車型、カーゴ型、戦場修理車型、コマンドポスト型といった全車種を担当することとなった。これにより、ドイツ連邦陸軍は APC を135両、コマンドポスト型を65両、救急車型を72両の合計272両を2009年の末から受領する予定とされ、同様にオランダ陸軍はコマンドポスト型を55両、独自の走行救急車型を58両、カーゴ型27両、カーゴ、式通信車型19両、公平輸送車型41両の合計200両を2011年以降に受領するとされ、追加や遅滞がなければ、すべての生産と引き渡しは2016年に終了する予定である。2003年10月にはオランダに最初の試作車が引き渡された。量産出荷は2004年から開始される予定であったが、2008年まで生産が遅れた。2006年12月13日に、ドイツ議会は独陸軍向けとして、ボクサー272両の取得に同意し、M113 装甲兵員輸送車と、フクス TPZ1 の代替に振り分けられる。多量のフクスが2020年までに役目を終えるので、さらに多くのボクサーが必要とされる見込みである。今のところ、約600両のボクサーが、ドイツ連邦陸軍向けに計画されている。2007年6月には、英国のフレス計画の多目的装甲車候補の一つに挙げられたが、結局、2008年8月頃、スイスのモアーグ社のライセンス生産先である、ゼネラルダイナミクス有形車製のピラニア V が暫定的に選ばれた。ベース車足ボクサーは、車体の大きさで言えば、小さくなり続けている近年流行の車両群に属する8輪走行の走行車両である。33トンという戦闘重量は他の多くの同様の用途の現代型車両よりも10トンほど重くなっている。ベース車足とは別に設計され、多様な任務に応じて作られ交換可能な多種のミッションモジュールによってボクサーは様々な要求に柔軟に対応できる。ベース車足はモジュールとは独立しており、各モジュールは1時間以内に交換が可能になっている。それぞれのモジュールは30ユカとともに最初の安全セルが組み込まれている。また屈曲形成された防弾鋼板で構成されており、外部に追加装甲を取り付けることで必要な防御力を得る構造になっている。以下のミッションモジュールが予定されている。ボクサーは高度に標準化されて製作され、効率的で容易に保守が行えるように設計されている。本車は将来のエアバス A400M 戦術輸送機によって運ばれるように設計されている。導入国が独自のモジュールを設計することも可能。ドク、ヘッケラー&コッホ社製の GMW40mm 自動的弾発射機を搭載したボクサー独陸軍向けの APC では可視光、赤外線照準装置とレーザー測距装置を持つ RWS は安定化され、7.62mm 機関銃、12.7mm 銃機関銃。蘭陸軍向けでは、RWS ではなく 12.7mm、ブローニング M20 機関銃が搭載される。いずれも、車体後部に 76mm 発煙弾発射機が、計8個分、標準搭載される。基本となる車体は、硬質鋼で作られ、この基本車体と車両のセルとの間には、モジュラー装甲が挟み込まれ、これら3つのエレメントがボルトで固定される。モジュラー装甲は今のところ特殊なセラミックス複合体であるが、将来その厚板を交換するだけで容易に新たな装甲技術へも対応が可能となる。全周にわたって 14.5mm の鉄鋼弾に対して装甲防御力を持ち、さらに底面部を覆う追加装甲パッケージも開発されている。エラも開発済みである。車体装甲はトップアタック師団や対人地雷に対しても防護し、衝撃吸収機能の備わった釣り座席によって車体下での爆発から乗員を保護するよう設計されている。油圧式の NBC 防御装置と改良型空調。本車には熱、レーダー、音響に対する高度なステルス技術が用いられている。排気管は車体左側の第2輪と第3輪の間に下方に向けられ熱放射を低減しており、走行音は小さくなるよう配慮され、車体形状もレーダー反射特性が考慮されている。前部右側には操縦席があり、左側はディーゼルエンジンを中心とするパワーパックが収められた動力室になっている。その後部はミッションモジュールとなっている。操縦席のある操縦室には3個のペリスコープ付きの動力式ハッチが後ろ側ヒンジで開くようになっている。また、後部のミッションモジュールへも出入りできる。ボクサーのパワーパック8気筒をマトゥ 8V199.20 ディーゼルエンジンとトルクコンバータ付きのアリソン HD4070 自動変速気筒が一体となったパワーパックは20分で交換可能とされ、フルタイム8輪駆動のマルチ輪駆独立喧嘩式のタイヤのうち前輪4つはパワーステアリングによって走行操作される。破損後も 100km まで走行可能なランフラットタイヤは中央タイヤ圧制御装置でタイヤ圧が制御できるため、泥濘地や雪原といった場所でもある程度走破できる路外機動性が高い。舗装路上では最大時速 103km で走行でき、後進は時速 30km である。550リットルの燃料搭載量で 1050km の航続距離がある。オランダ・ドイツ・リトアニア M113 の後継として2015年12月より88台の購入交渉を開始し、2016年8月22日に契約を結んだ。これらはIFFビルコスと呼称される。JN が確認した情報によると、リトアニアの車両は MK4430mm 砲及び 7.62mm 機関銃を搭載したラファエル製のサムソンマーク2リモートウェポンステーションで武装される予定である。オーストラリアアスロブの更新計画ラント400フェーズに似てプーマ装甲不評戦闘車の無人砲塔を搭載した不評戦闘車型が提案され、パトリアアムブとの協業の結果、選出された。211両を導入する予定イギリス国防省の陸軍の装甲車更新計画に指名選定されている。ありがとうございます。